おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラゴンクエストやっていきたいと思います。今回はちょっと待って、録画できてる、あ、できてるね。今回は何やっていくかっていうと、このお城の中にね、このお城の中になんか地下室があったんだよね。だからその地下室を見に行きたいと思う。こいつが言ってたんだよ、地下室どこやって。これね、私は地下室を探してるって。そしたらこの右下にあったから、ちょっと行こうかなと思ってる次第でござる。なんだろうね、何があるんだろう。レッツ地下室。え、なんか思ってたと違う。あ、命の木の実見つけたけど、なんか思ってたんと違う。あ、薬草ありがとうございます。なんか美味しいっすね、ここ。待って、そう、はなんか洞窟とかかと思った。お、豆腐よ、わしには分かっておった。いずれロトの血を引く若者が訪れること。この宝箱には太陽の石が入っておる。竜王を倒すために必要なものじゃ。さあ宝箱開けるかよ。マジ、え、もうくれたんだけど。やったえ、何か捨てないといけないの？マジ？どう？ちょ、待って、一回命の木の実を食べよう。もぐもぐ、 HP5 上がった。いいね、いいっすね、美味しいっすね。そして太陽の石を手に入れていくと。え、もうこれさ、何、ボックスというか手持ちが、ちょっとなんか閉じ込められた。そなたがこの地に再び光をもたらすことを信じておるぞ。長い間太陽の石を見守り続けて疲れた場合、休ませてもらうことにしようかの。え？え、まさかおじ？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 ああ、生きてた。わし生きてるんかい。わしに太陽の石を預けに来たロトの姿ははっきり覚えておる。そなたには面影が。この地に再び平和を頼んだぞ、豆腐よ。ごめん、命の木の実食べちゃったよ、マジでごめんね。多分命の木の実食べたかったんだろうね。なんかやべえ、なんか太陽の石渡したら命の木の実食べようって思って元気になろうって思ったら多分ダメだったわ。すまんな。で、今から何やるかというと、ガライの墓に行きます。前回のさ、動画でさっきのあのいたね、城の中でさ、なんかガライの墓は暗闇の中に鍵、スイッチがあるみたいに言ってたんで、ガライだっけ、銀遊主人のガライ、その暗闇の中のスイッチをちょっと押しに行こうかなと思いやす。めっちゃこの村と行き来してるけど、ほらほら、どけどけ、余裕よ、ゴーストなんかもう。よいしょ。さあ、多分ね、多分ここなんだよね。暗闇の中のスイッチってなんだ。はいはい。スイッチってなんだ。なんか押せる場所があんのか。なんもねえけど。おお、あったんご。いけたんご。おじいちゃんいる。ガライの墓から生きて帰った者はおらぬ。ほほう。死にたければ行くがよい。いや、死にたくはないよ。決して死にたくはない。1ミリも死にたくないよ。ちょ、なんか怖いこと言われた。レミーラ。あ、タイマー使った方が良かったかな。ああ、明るいわ。死にたくないよ。あ、ドロルさん。気持ち悪いっすね。あれ、なんかでもね、いけんじゃん。こっちらだって銅の剣持ってっからな。今までの俺と同じだと思ってもらっちゃ困るぜ。今までの俺は竹槍で戦ってたけど、今の俺も剣持ってっからもう、戦闘力もうやばいよ。ああ、なんか、ちょっと強そう。うん。ああ、ちょっと強いかもしれん。ちょっとな。ちょっと強いかも。え、これ大丈夫かな？え、大丈夫じゃない気がする。こんなペースで、いや、なんか宝箱ある。こんなペースでダメージ与えられたら死ぬんだが。やばいかもしれん。なんか2、3体ならいいけど、洞窟全体はきちいぞ、これ。一旦宝箱開けて、あー、呪文の効果が、あー、なんかちょっと強そう。
いやーマジ呪文連打すんのやめて、ほんと呪文とかずるいよ、すぐやめよう、物理で戦ってくれ。呪文お意味、はい、 HP 回復 C の宝箱、命の木の実、あーちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って、焦んな俺。松明使っちゃおっか、ここで松明使って、妖精の石、太陽の石は妖精に増やせられない、でもそこを命の木の実を食えばいいんだ。おお、最大 HP が6上がっていく、気持ちいい。はい、537コルトでけえぜ。鍵、ありがとうございます。鍵いっぱい持ってます今。そうどうですか、ギラさえ使ってこなければな、こんなやつ余裕なんだけどな。あー微妙、これはこのダンジョン乗り切れない気がするぞ。あ、なんかやばそうな扉ある、ドラキーマかわいい、やめてくれ、みんな呪文とか使うのやめてくれ、仲良くしようぜ、手と手を取り合って仲良くしよう、なんかやめよう、あの悪口とか言うのやめて。おー水が綺麗、真っ青やね、敵多いね、ギラさえ来なければ余裕だな、ギラさえ来なければ余裕説あるぞこれ。ただああ物理1ポイントしか食らわないし、あー痛い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 、そういうことやめて、ギラすんのやめて、銀ギラ銀にさりげなくして、よし一旦呪文挟もう。あー大丈夫かな、 MP 残り24しかないよ。これ何、やっぱ1個潜ったら急に敵強くなるパティーンとかある、あーなんかそんなことなさそう、いけんな、あでも待って、やっぱ6ポイントは痛えわ、6ポイントは痛い、絶対あの目の前にあった階段はフェイクだと思うんだよね。あれまた階段ある、やばいやつ来た、やばい待って、やばいよ、倒さないと死ぬ、あーうめー、やばいやつ来てしまった、待ってこれやばいね、待っていっちょ、やばいよ、語彙力なさすぎる、やばすぎて、帰りたい、無理だ、リカント、あーこいつはいける、リカントは無理マジで、あいつバケモン強いんだよな、15ダメージとかやめよう、 4,5 発でやられちゃうんだよねこっちが、下潜ったらダメな気がするこれ、やばいって、14ポイントふざけとるやん、ダメージ、おかわしていく、あ痛い、やべえマジ本当に強い、無理、あーなんか言ってたね、ガライの墓から生きて戻ったものはおらんみたいな、そうなっちゃう、屍になっちゃう、帰ろ、一回帰ろ、これは戦略的って言ったよ、これは間違ってない、この判断は本当に勝てないから、ここら辺でちまちま戦ってレベル上げる方がいいかもしれない、いやバカ強えわ、へえ、あとどんぐらいでレベル上がんの、わかんねえ、いやー参ったねー、参った、ちょっとさすがに革の盾じゃしんどいわ、革装備しんどい、ちょ変えよう、防具買おう、なんかリカンとさ物理で殴ってくるから防御力さえ上げればダメージ抑えられるはずなんだよね、いやさすがに革はもう無理だ、あんなだって化け物みたいなさ、なんかねドラゴンボールに出てくる大猿のちっちゃい青い版みたいなやつ相手にさ、そりゃあまあ革の盾なんてもうあれよ、もう紙切れよ、もうハサミに紙切れで挑んでるようなもんよ、おレベル上がっていく、頼む攻撃めっちゃ上がってくれ、レベル10、力が5ポイント、いいやんけ、素早さ9、おお身の守り4、最大 HP は3、うんうん、
MP4 マホトン50。マホトンってなんだっけ、魔法封じるやつだよね確かね。あー見れない系ね。マホトンは相手の魔法を封じる系だった気がすんな。やばいね、強いね敵が。ちょっと強えわ、やっぱ強えわ。あ、可愛いな、ドラキーマは。なんかもう、あの触覚が可愛いよね、ドラキーってね。ピュピュって跳ねて、ピョコンってなってるやつね。待って。出口どこなんすか。あと、あそこになんか後ろ側に光ってるあの赤い炎、多分松明だと思うんだけど、俺の松明なくなったら、あの松明使えばいいんじゃねえの。出たい、帰りたい。めっちゃ骸骨いる。でもなんか良かったね、この回はさ、リカントが出てこないっぽいわ。一個潜るとリカントがワンサが出てくるから加点。そして思ったんだけど、リカントに苦戦してたら絶対ボスに勝てない。そりゃそうだよね、そりゃそうよ。雑魚的に苦戦してたらボスには勝てないよ、そりゃそう。メトロゴースト、いやー恐ろしいな。ガライの墓やばくない？そして迷ったんだけど、完全な迷子なんだけど。そしてなんかリカントいないから余裕だみたいなこと言ってたけどさ、普通にちょっと MP 尽きてきたんだけど、普通にちょっとピンチになってきたんだけど、やばいよ。この骸骨の1回5ダメージもチクチク食らうとチクチクなるよ。あれ、ちょっと待って、ガチ迷子やべえ、ガチ迷子。ワンパンで倒せない以上永遠とダメージを食らい続けてしまう。そしてそろそろ会心の一撃食らったら死にそうだから呪文入れとくか。あれ、レミーラってなんだっけ結局。あ、明るく照らすやつね。照らしてる場合じゃねえんだよな。完全に迷ったよ、さっきも通った気がする。ここどこだ、ここどこ。この右上に葉っぱがあったのは見た気がすんだよな。確か左の方だったと思うんだよな、出口な。違ったっけ。ドラキーマちゃんがホイミでしのいでくる。あー、ホイミからのギラやめてくれ、そういう痛い攻撃しろ。帰りてー、ギリギリすぎるこの戦い。ちょ、マジどこ、マジでどこ、マジで出口どこ。いやー、マジ迷った出口。あ、待って、今なんかちょっと右の方に一瞬見えなかった階段。もしかしたらみんなにはずっと見えてたのかもしれないけど、俺の目には今初めて。あった、はあ、危ね、マジで死ぬ、ほんと死ぬとこだった。やばいっしょ、やばいよ。みんなこんなのんきな顔して生きてる場合じゃないよ。ついそこにやべえ化け物いるよ。6ゴールド、ありがて、ありがばすぎる。ほんと死ぬかと思った。で、そしたらまずは竹槍を、竹竿を売る。5ゴールドか、竹竿売るじゃん。鎖片びら、鉄の盾、いやーきちいな。もうちょいまともな装備ないの、ここ。そして、いやーマジ、ちょっときついね。ちょっと一回冒険しよう。ちょっとつれえわ。あの、このレベルの、あのレベルの武器と盾じゃリカントには勝てん。リカント4体くらい現れたら速攻死んじゃう。なんかさ、このここの橋を渡ってみようよ、気になってたんだよね。さあ、お、魔法使い、なんかそんな強くないやつ出てきたね。結局さ、ちょっと遠いから行くのめんどくさくなっちゃったんだけどさ、この全体地図の右下にも行かなきゃいけないっぽいんだよな。それをどうするか問題あるんだよな。どうやって行こうね。道具、キメラの翼って城に帰るだけか。待って、じゃあ一回右下まで行こう。なんかさ、あの、何でも開けれる魔法の鍵が手に入っちゃったから、
結果的に俺はすげえ戻ってきたんだけど、全部の宝箱を手に入れるぜみたいな感覚でね。その結果としてすげえ痛い目を見たから、ちょっと待って、そしてな、設定でボタン配置を左にしたい。 OK。 そしたら一回ちょっと右の方行って右下に行こう。なんか言ってたんだよな、右下になんかあるよみたいな、ゴーレムがいるみたいな話をした気がする、された気がするんだよな。さすがにリカントよりは強いかもしれないけど、リカントワンサか湧いてくるとこにいるよりはマシでしょ。ドラキー、やばいな、勇者なのにお金がないよ、完全に金欠。勇者ってお金ないんだな。どうやってみんな生きてんだろうな、勇者って。みんなお金くれないかな、勇者に。募金、クラファンしよう、クラファン。竜王を倒すクラファンしようぜ。なんか竜王、みんなからのクラファン募って竜王を倒したら、なんかみんなになんか竜王のなんかマントの端切れあげますみたいなやつやろ。竜王の牙あげますみたいな。ああ、毒毒の中で明治ドラキーちゃんが出てきた。かわいい。あ、そういえばそうだ。もうあれだ。もうドラゴンと戦えんだよ、俺。鍵持ってっから。ちょ、でもさ、勝てる気しないんだけど。リカントで苦戦してるやつ、絶対ドラゴンに勝てないでしょ。絶対ダメだと思うんだよな。この扉開けたら、もうそれ、すなわち死みたいな感じだと思うんだよな。あ、大さすりもついにワンパンになったか。これが銅の剣の力よ。どこだっけ、ここか。 OK。 そしたらちょっと一回さ、一回竜王城の方行ってみる、ちょっと試しに。骸骨強いんだけど、骸骨が強いんだが、こっちの方に、あ、行けないんだ。ははーん、なるほどね。なんか虹の橋がなんたらこうたらつってたもんね。あ、なるほど、太陽の石ってそういうこと。なんか太陽と雨でなんちゃらかんちゃら、虹がほんちゃらこうちゃらとか言ってたけど、そういうことか。太陽の石となんか虹のアイテムがもう一個あるのかな。それを手に入れたらいけんのか。痛い痛い、あ、やばいよ。まさかの結構ダメージ食らっちゃった。ワンパンだと思ってたのに。そしてホイミも回復量が足りん。ベホイミを覚えたい。魔法使いさんチェス、お疲れ様です。お疲れ様でいいす。さあさあ、そしたら、ははーん、いやー来たね、14ポイント。強いな、この青ゴリラ狼だけど。さあ、そうしたら下の方に行ってみようか。うわー、金めっちゃくれそう。なんとしても倒せ。16ポイント。一旦ホイミ挟む。 OK。 でこいつきっと寝るからラリホーしよう。効かない、やべえ、調子に乗った。痛い、負けてたまるか。いや、きついぞ、きつい戦いになってしまった。だいぶきつい戦いになっちゃった。3回連続で地味にね、回復が上回るんで、地味に上回ってから2回攻撃するチャンスがある。いや、危なすぎん。6ポイントの経験値、650ゴールド。おいしいが、つれーぜ。なんかちょっと勝てないかもしれない。強すぎる、相手が強すぎるよ、マジで。村入りたい。ちょ、こいつらやばいって、マジ超強いんだけど。死んじゃう、ガチで死んじゃう。助けてくれ俺を。いやー、危なかった、本当に危なかったというか、もう本当に危なかった。さあ、何があるんだっけ。鉄の鎧、鋼の剣、攻撃力が10上がる。10しか上がんねえのか。
鉄の鎧だと12守備力上がる、鋼の鎧だと20上がる、魔法の鎧だと20上がる。いや魔法の鎧欲しいね。歩くと HP 回復する、7700円だって。これはもう7700円貯めろってことだな。貯めるわ、いっぱいレベル上げよう。ついでに下歩いてこう。あ、ちょっと待って、回復するの忘れた、危なかった。回復してくれ頼む。あー、おー助かった、死ぬかと思った。いいえ、誰かが何か言ってたんだよな、南の方にどうたらこうたらって。よいしょ、おじさんだっけ言ってたの。選手も指輪くらいは身につけなくては、たしなみの一つ。ほほう、指輪ください、なんか特別な効果のある指輪ください。そしてあなたはどうしたんですか、妻のクレアを置いてマイラの村、まだ戻らないんだ。そういえばさ、なんか男の子がさ、男の子がマイラの村の温泉から下2歩を調べろって言われて調べたけど何もなかったんだよな。出ちまったよ、あれが気になってる実は。だいぶちょ待って、こういうのやめよう、こういうのやめよう。ほいほい、はいはい、難しいぜ、操作がギリギリだぜ。ほいほいほい、よし来た。お前さ、何もなかったよマジ。調べた。いやーこれで終わりか、何もなかったんだよなマジで。何なんだろう、もう一回調べたらあるとか。でもだいぶ調べたんだよなあの時。よし、それでは南の町の方に行ってみましょう。ついでにレベル上がったら嬉しいなと思いながらね。祠か、町じゃないね、祠だ。あ、なんか強そうなやつ出てきた、ダメかもしれない。あ、ホイ見つかってる。どうなの、16ポイント強くね。あ、でもなんかサクッと倒せたけど。はあ、はあ、わあ、キメラだ。あ、気づいてない、今のうちだ。しかも会心の一撃、よくやったぜ俺。ははははは、64ポイント、105ゴールド、すげえじゃん。キメラッチ、キメラッチ、洞窟っち入るっち。なんかすげえ寂しげな音色。ああ、おじいさん、どうされました。そなたがロトの血を引く誠の勇者ならその印があるはず。愚か者よ、立ち去れ。怒られちゃった。ってことは俺はロトの血を引くものじゃなかったってことか。まさかみんなの勘違い、まさかみんなの勘違いか。ああダメだ、どうやら僕ロトの子孫じゃなかったみたいです。なんか印とかないみたいだし。印って何、やっばいの来たでしょこれ、絶対やばい、勝てんの俺これ。19ポイント、あ、会心の一撃出た。危ねえ、危なかった、死ぬかと思った本当に。19ポイント、バカじゃん攻撃力が。やめとけ、なんか小学生の僕が作った最強モンスターみたいなやつやめろ。ああこいつはね、ありがたい、金が欲しいからな今な、魔法の鎧が買いたいから。やべえ、リカントなんちゃらやばい。あ、しかもまた会社の一撃出たけど死なないね。いや本当にやばかったあいつ。ゴールドマンは攻撃力はリカントなんちゃらよりも低いけど HP が高いね。あー650ゴールドはうますぎる、やばいじゃん。ここうろうろしてればまたゴールドマンに会えるのかな。もう一回会いたいよ。キメラ足そう、さっきは何もできずに死んでいったから。21ポイント、待って、リカントより強いんだけど。待って、ここのやつらやばい、ここのやつらやばい、なんかやばい、やばいよ、なんかやばい。 JFL の試合出てるつもりがなんか天皇杯紛れてた感じ、天皇杯で浦和レッズとかと当たってる感じしてる今。あーもう出してくれこの島から。
なんで俺はなんかおじいさんに愚か者とか罵倒されながらこんな苦しい思いをして戦わなければいけないんだ。ちょ、お家帰りたい。お家帰らせてくれ。お家に帰らせてくれ俺を。あー、もうなんかもっと上位互換が出てきたからこいつ怖くなくなってきたな。40ポイントの経験値。いや待って、めっちゃ経験値もらってるつもりがあんまりぶら上がらんね。えいや、えいや、やべ、バカにしてたらあと HP が22しかない。普通に死んじゃう。これはホイにしとこう。いやー、きちい戦いだぜ。きちかった。はい、ってことでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。いやー、マジで敵強かった。どうしよっかな。ちょっとお金貯めて魔法の鎧買ってから出直そうか。なんかさ、だってさ、地図で行くとさ、このさっきの祠に俺はゴーレムがいると思ったわけよ。いなかったわけじゃん。ってことは多分こっからさ、この地図で行ったら左下の方に行かなきゃいけなくて、キメラの翼使って次回はね、城に戻ってから左下行こうかなと思ってる。もしくはキメラの翼使って城戻ってから、今日断念したあの洞窟、左上の洞窟行こうかな。そっちかな、先。それ行ってから左下の方行くか。はい、ということで、大苦戦しました今回は。ぜひぜひね、次の私のロトへの道のりもね、見ていただければ幸いです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、豆腐でした。バイバイ。